野村克也は中学2年の頃に野球部に入部した。母から中学卒業後は働くように言われたが、兄が大学を断念し高校へ進学できた。入学した野球部は弱く、野村も無名だったが、顧問がプロ球団に推薦状を送り、南海にテスト生として入団した。1年目に戦力外通告を受けたが、正捕手等の事故で捕手不足となり、首の皮一枚つながった。3年目にバッティングの科学という本に出会い、バッティングが開花し一軍正捕手に定着した。プロ4年目に本塁打王のタイトルを獲得すると、その後は毎年のようにタイトルを取った。プロ12年目には戦後初の三冠王を獲得した。15年目35歳の時に監督兼選手を務め、4番捕手監督の重責を一人で担った。その3年後にチームをリーグ優勝へ導いた。